皆さんこんにちは。今日の動画は日本、オランダ、韓国、ベトナムのバレンタインデーについて話します。日本のバレンタインデーは2月14日にチョコを女性から男性にプレゼントするっていうのが一般的で、で3月14日に1ヶ月後にホワイトデーっていうのがあって、それはお返しで、その時はまあキャンディーとか、まあ、チョコでもいいし、皆さんどうですか？まあチョコレートもあるんですけど、なんかオランダですと花を渡すことも結構多いかな。あとバレンタインはあるが、ホワイトデーって多分オランダないんですよね。のでバレンタインに女性が男性にっていうよりは、まあちょっと男性が女性にっていうイメージがあるんですけど、まあお互いに。そうですね、韓国はチョコレートとプレゼントとか、あとお花もしますね。とホワイトデーもあるんですけど、でもバレンタインデーに比べると一般的ではないですね。はい。ベトナムはどうですか？ベトナムは恋人同士がお互いプレゼントを交換をします。ということで、なんかホワイトデーは皆さんが知ってるのは知ってると思いますけど、まあ、あまり盛り上がらないですね。まあ、プレゼントは皆さんの国と同じくチョコが一般的ですけど、プラス赤バラも、あと自分があげたいもの、グッズとか洋服とかもあげますね。結構似てますね。ちょっと日本、これは日本の独特の文化かもしれないんですけど、日本はその他にもいろいろあげる人対象がいて、例えば、本当に自分が気持ちがあるチョコをあげるっていうのは本命チョコ、本気のチョコで、ギリチョコっていうのがあって、あー聞いたことありますね。あれそれは本命、本気じゃないけど、まああげるよっていう、あげるよなんかそのバレンタインデーだしっていうのがギリチョコ、で友達にあげるチョコは友チョコって言って、そういういろいろ名前がついて、その対象が広いこう人にあげたりするんですけど、皆さんそういうあります、あるところあります？ないと思うんですよね。あんまり、まあ男性だとさらにそうかもしれないんですけど、韓国は日本みたいに友達とか、まあ仕事職場の人にあげるとかありますけど、なんかギリチョコとか友チョコという表現がないんですよね。あ、なるほど。だから今聞いて、あ、面白いなと思いました。そう、ベトナムはないです。ないですか？はい、完全にカップル同士がチョコをあげますね。本命チョコ、本命チョコしかない。そうです。多分あげたら、分かりやすいですよね。分かりやすい。それは気持ちがあってくれたんだ。ちなみに日本ではバレンタインデーは告白、好きな人に気持ちを伝える、すごいビッグチャンスデーなんですけど、皆さんの国はどうですか？バレンタインデーってそういう認識ありますか？ありますね。はい、私の高校とかではバラの販売のサービスっていうか、なんか生徒が、事前に予約を受けて、でそのバラを買って、で教室を回っていくんですよね、バレンタインデーに。で授業中、そうそうそう、で、授業に入って、はい、この人にバラがあるんですって、教室が盛り上がって、誰からってなんか、まあ、例えば彼女彼氏からもらったとか、なるですね、はい、もしくは彼女彼氏ではないが、好き、あげたって名前も出てって、そこで、この人私のこと好きなんだって、そういう告白的な使い方もありますね。面白い。もうまさにビッグイベントですね。韓国どうですか？告白する日でもあるんですけど、それに限らずにもっとちょっと広いですよね。まあ恋人同士であげるとか。ベトナムはどうですか？ベトナムもその日にビッグチャンスとして皆さん結構告白しますね。もう一つですけど、4月1日、お月日、
あその日も日本人、はい、うん、多くの人が告白します。その日に。そうです。嘘つく日なのに。そうそうそう、あのいいですよ。なんで一応断られたりすると、あ、冗談ですよみたいな、あなたのことが好きですって言って、え、そうなのって反応がちょっと薄かったら、そうそう、いや冗談に決まってるやないかっていう、そういう感じ。へえ。さっきから私告白告白って言ってますけど、日本だったらこう付き合う時、好きな人に気持ちを伝えて告白っていう声が告白って言うんですよ、うん、皆さんの国ってそういう、なんだろう、うん、パートナーっていうか付き合う相手を決めるときってどういった流れでなるんですか？はいはい、オランダの場合は中学校とか高校ですと、まあ、日本と同じような感じで告白をして、ただある程度こう大人になったらっていうか、大学とかもしくは社会人とかになりますと、まあ、一緒に時間を過ごす中でお互いなんとなく、なんかこれも恋人的な感覚だよねって、でそこでどこかの時点で、それは当たり前でしょ、彼女だからとかっていう、彼女とか彼氏とかそういった言葉を口にして、あ、そうだったんだよね、そうなんだっていう、自然の流れの中でなんか関係が成り立つ的な、発表っていうか、こうなんていうの、そう言ってから、うん、告白、確認してからスタートじゃなくて、こうもうなんか、あ、もう始まってるって感じ、なんとなく。あ、今聞いてやっぱり想像がつかないですね。だって韓国も日本と似たような感じ、うん、好きですってまず言って、お互いの心を確認して付き合いましょうか、うん、うん、いいよ、あ、今日から1日だねみたいな言葉言う時も、言う人もあるけど、私は言わないけどそういうのもあって、とにかくちゃんと付き合おうかみたいなことを言う、うん、ベトナムもちゃんと確認してから、まあ、付き合う感じですね。日本も大人になるとそういう、なんて、あ、これ恋人だよねって確認して、あ、そうだねってなるパターンも増えてくるんですけど、やっぱりまだ、なんだろう、その曖昧な期間、うん、で、え、自分って遊ばれてるんじゃないかみたいな不安になるんですよね。だからあんまりそういう、なんだろう、曖昧な期間が長いの好まない人、白黒はっきりつけたくて、あの、聞いたり、なんかその、なんだろう、何とも言えない期間がちょっと不安。あ、そこが不安なんですね。こっちとしてはなんかその告白、あなたが好きですから付き合ってくださいっていうのを、あなたが好きですからってそんな早い段階で言えない、うんうん、期間をちょっと伸ばして、なんか本当に好きなのかってちょっとなんか試しながらっていう、そういうその試しながらの期間で、まあこれはなんかはっきりと好きだなって分かった時点でもう付き合っちまってるって、うん、そうなんだ。そういう感覚かな。今ちょっと聞いて、その曖昧な期間があるじゃないですか、うんうん、それを韓国では表現があって、お、スタム、スタムの多分スタムだと思うけど、何かがある、そう、サンの人みたいな。あ、なるほどね。わかる。あなたたちは何だ、恋人なのか何なのか、いや、サンです。そうそうそう。でもその曖昧な期間は付き合ってるわけではない。あ、付き合いましょうってなったらそれから付き合うことになるっていう感じです。そうそう、面白いね。そういう言葉がある。言葉があるんだ。さあ、皆さんは今年のバレンタインデーはどんな予定ですか？ぜひともコメント欄に教えてください。では次の動画もお楽しみに。